してね、なんと実はこの、ね、幼稚園バスだよね。このバスはね、いつも思うんだけどね。じゃあ早速開けていくよ。ここから開けるんだな。はい、皆さんこんにちは。ちびっこギズモの時間です。今日のちびっこギズモでは、新しいおもちゃを紹介するぞ。新しい働く車だよ。じゃじゃじゃーん、これだよ。うさぎ号幼稚園バスということです。でね、この幼稚園バスっていうのは実はね、じゃーん。今までね、この青色の部分を持ってたんだよね。そして今回これは何色だかわかるかな？そう、黄色だよね。今まではこの青色だけでね、ちびっこギズモの中で登場してたんだけど、今後はこの黄色も登場します。でね、バスのおもちゃはね、他にもあるんだけどね。例えばこれね。これは、普通の市営バスだよね。そしてこれ。これはトミカだね。トミカのポケモンバスだよ。このバスはね、いつも思うんだけどね、ほんと乗りたいよね。そしてこれ。これもね、バスなんだよね。おしゃべりトミカっていうね。この後ろにね、電柱入れるとなんかね、喋るみたいなんだよね。なんだかすごいね、動物の柄が描かれてるね。そしてこれ。ね。これはまあ、ちょっとバスには見えないかもしれないんだけど、ヨーロッパとかね、そういった海外の方ではね、こういったバスも走ってるんだよね。ほら、見て見て見て。中にね、たくさん人が乗れるみたいになってるよね。ここからね、人が入るんだね。こうしてみると、運転席がね、こっち側の方にあるよね。日本の車ってだから逆だよね。だからね、これは多分ね、外車なんだよね。そしてこのバス。ね、これもトミカのね、ハトバスっていうんだよね。ほら、トミカって書いてるよね。これ黄色のバスだね。でね、このおもちゃの面白いのが、ね、このミニカー面白いのが、これ見てみて。ほら、人がね、出たり入ったり、こうね、するんだよね。この上をね、こう押してやることでね、ここにね、人が見えたり、見えなかったりするんだね。よし、じゃあね、早速この黄色色の幼稚園バスを開封していくよ。ちょっとね、ごめんね、開封する前にね、一応この辺をよく見せておこうね。こんな感じだね。フリクション式って書いてるよね。前に押し出すと走るよって書いてることだよ。対象年齢は3歳以上。で、こっちがこんな感じだね。幼稚園バス。かっこいいな。大きさも大体こんな風に書かれてるんだね。よし、じゃあ早速開けていくよ。ここから開けるんだな。こういう感じで開けるんだな。よいしょよいしょよいしょ。よいしょよいしょよいしょ。よーしゃ、出た出た出た。かっこいいな。そしてね、なんと実はこの、ね、幼稚園バスコンね。これは100円なんだよ。すごいよね。はい、こんな感じで、青色と黄色の、幼稚園バスが2台揃いました。なんだかね、この2台見てたら兄弟みたいな感じだね。すごいね、面白いね。みんなはどのバスが好きだったかな？今後もこのバスくんたちが活躍するんで、お楽しみにー。おー、来た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 。あー、ゴミ収集車だー。みんな楽しそうだね。あ、これはレッカー車だね。あれ、バイキンマンみたいだね。よし、じゃあ次の働く車。おお、働く車来たよ。はい、皆さんこんにちは。今日はね、働く車に乗ってみんなでお出かけに行くよ。あ、トラックが来たよ。ブーン。トラックに乗りたい人。はいはいはい。おー、カレーパンマントラックに乗りたいんだね。わーいわーい。おー、カレーパンマントラックに乗ったね。あー、幼稚園バスが来たよ。幼稚園バスが来たよ。幼稚園バスに乗りたい人。はーい。あ、ドキンちゃんが幼稚園バスに乗りたいんだね。しょっと、ドキンちゃん、幼稚園バスに乗ったよ。私も乗りたい。赤ちゃんマンも乗りたいんだって。よし。じゃあ、ドキンちゃんと、コキンちゃんと赤ちゃんマンが幼稚園バスに乗ったね。おー、働く車がまた来た。おー、来た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 。これは消防車だね。消防車に乗りたい人。はーい。食パンマン消防車に乗りたいんだね。よし、じゃあおいで。ちょっと、食パンマンが消防車に乗ったよ。あー、働く車がまた来たよ。ブーン。あー、ゴミ収集車だ。さあ、このゴミ収集車に乗りたい人。はーい。ドキンちゃんはゴミ収集車に乗りたいんだね。じゃあおいで。よいしょっと。ゴミ収集車はまだもう一人乗れそうだけど、いいかな？いいみたいだね。よし、じゃあ次の働く車、来ないかな？おお、来た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 、ガガ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 ガ。おお、かっこいいブルドーザーが来たよ。このブルドーザーに乗りたい人。はーい。ロールパンナちゃん、ブルドーザーに乗りたいんだね。よし、じゃあブルドーザーに乗って。よいしょっと。ブルドーザーに乗ったね、ロールパンナちゃん。ガガ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 ガ。おお、かっこいいのが来たよ。ガガ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 。おお、油圧ブレーカーくんが来た。さあ、この油圧ブレーカーに乗りたい人。手あげて。はーい。メロンパンナちゃんだね。じゃあメロンパンナちゃん乗ってくれるかな。わーいわーい、楽しいな。一度乗ってみたかったんだ、この油圧ブレーカー。わー、みんな楽しそうだね。ガガ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 。あー、次の働く車が来たよ。ガガ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 。ロードローラーくんだね。ロードローラーくんに乗りたい人。はーい。おっと、アンパンマンロードローラーに乗るんだね。はーい、楽しいな。この車一回乗ってみたかったんだよね。すごく楽しいな。あれれ、バイキンマン、なんでバイキンマンはどれにも乗ろうとしないのかな。みんなこんなに楽しそうなのにね。ブーン。あー、次の働く車が来た。ブーン。おー、働く車来たよ。次の働く車来たよ、バイキンマン。あ、これはレッカー車だね。違反した車とかをね、運ぶ車だね。このレッカー車に乗りたい人。あーい。おっと、バイキンマンはレッカー車に乗りたかったんだね。うしししし、一度これに乗ってみんなを取り締まりたかったんだ。うししし、みんな楽しそうに車に乗ったね。みんなはどの働く車に乗りたかったかな。レッカー車ってことはないかな。チャンネル登録お願いね。みんな最後まで見てくれて本当にありがとね。今日の動画はどうだったかな？楽しかったかな？チャンネル登録して次の動画がすぐ見れるようにしててね。またグッド評価の方もよろしくお願いします。次の動画で待ってるね。じゃあね。バイバーイ。